蒼月の章、青春の節、再会の夜明け。帝国暦1185年、ガルグマク大修道院の陥落からおよそ5年が経過したが、フォドラは未だ混迷の渦中にあった。ファーガス神聖王国は政変によって王都フェルディアが制圧され、実質崩壊。レスター諸侯同盟領は反帝国派と新帝国派の対立により分裂の危機に瀕していた。一方、皇帝エーデルガルトが神聖を敷くアドラステア帝国のみは勢力を伸長。帝国によるフォドラ統一の道筋が示されつつあった。いつまで眠っておるのじゃ。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、新章突入ですね、やっていきたいと思います。とりあえず寝てるようなんで起きましょう。お主の体はとうに目覚めておるはず。その目を開き、その足で立つのじゃ。幾度も血の雨が降り、大地は泣いておる。矢が落ち、槍で疲れ、泣いておる。誰かを傷つけねば生きられぬほどに、皆は苦しみの淵に立って泣いておる。そのすべてを飲み込めるのはわし。いや、お主のみよ。起きようって言ったけど、まだ眠いや。目が覚めたのか。俺こいつになったのかと思った今。村人だよね、ただの。あ、いたいたいた。ここは大修道院の麓の村さ。あんたこんなとこで何してんだ。あんたが川から流れてきた時は驚いた。川の上流といやガルグマクだろ。あっこはすっかり寂れちまったからな。どういうこと。あんた知らねえのか。もうあそこにはセイロス教団はいねえんだ。あれから5年、根強く住んでる連中もいるにはいるが、盗賊が出るようになったって話もある。5年、結構経ったな。なあ、あんた大丈夫か。頭でも打ったんじゃねえだろうな。今は1185年の青春の節、大修道院が陥落してからもう5年近くになる。本当なら明日は千年祭の日だったが、それどころじゃねえからな。千年祭か。うん、だけどこの戦争ばかりのご時世、それに大司教様も行方知れずとくりゃ、この世の誰だって祝福なんて気持ちにはなれんだろうさ。おい、あんたどこに行く気だ。大修道院へ行く。で、正気か。盗賊が出るって噂があんだぞ。他にも物騒な話を聞くし、最近じゃ調査に入った帝国の部隊が何者かに襲われて全滅したって話だ。悪いことは言わねえ。大修道院に行くのはやめとけ。俺止めたからな。死んでも知らねえぞ。心配はいらん。おい、まったく本気かよ。
お前まで俺の前に現れるのか。お前たちはどこまで俺を追いかけてくる。これディミトリーか。めちゃくちゃ変わったな。あの女は必ず殺してやる。必ずだ。だからその顔で俺の前に立つな。何の話？お前まさか生きてならば貴様も帝国の犬か。俺を殺すために来たのか。答えろ。違うよ。無事でよかった。ああ。この5年間何を。死んでいたようなものだ。死んでいた。そんなことを聞いて何になる。それよりも今は気づかないのか。鼻をつく薄汚いネズミの匂いに、ここにも人のいた痕跡がある。大方宝物に釣られて湧いた賊だろう。大修道院が陥落して以来、この辺りの秩序は無に帰した。お前もここに来るまでにガルグマクの街の様子を見たはずだ。卑劣な族がはびこり、勝手な略奪を続けている。殺さねばならない。一匹残らず。行くぞ。奴らの巣を探す。行く？巣を叩き皆殺しにする。まあなんかどっちもどっちだな。殺す。どこかで誰かが立たねばならない。強者が弱者を踏みにじる負の連鎖を。ああ、それともお前も奴らの行いを肯定しようというのか。略奪と殺戮を正当化する人の皮をかぶった畜生どもの行いを許さない。殺さねばならない。奪われた者と同じ痛みを味合わせてやる。たとえ同じ畜生に落ちたとしても。俺は彼らにそう誓った。敵の数は？さあな、そんなことはどうでもいい。殺すべきを殺すだけだ。そうか、ご苦労だったな。やはり大修道院か。行くぞ。ギルベルトさんは変わってない？はっ。殿下、今お迎えに上がります。ファーガス神聖王国は、政変によって新帝国家のコルネリアが王都フェルディアを含む旧王家ブレーダッド領の全てを制圧。王子ディミトリは処断され、旧王国の残存勢力はフラルダリウス家、ゴーティエ家を中心にかろうじて抵抗を続けている。王宮によるコルネリアは帝国の支援を受けて軍を再編、残存勢力の掃討を進めていた。レスター諸侯同盟領では、リーガン家を筆頭とする反帝国派とグロスタール家を筆頭とする新帝国派の諸侯が衝突。分裂の危機に瀕しながらも、新盟主クロードの手腕によってかろうじて同盟の体裁を保ち続けている。一方、アドラステア帝国では、帝都アンバルにおいて皇帝エーデルガルトが体制の強化を推し進めるとともに、王国の政変に干渉して勢力を伸長。旧王国諸侯を次々と傘下に組み入れながら、フォドラ西部の制圧を進めていた。そんな中で、
セイロス騎士団は消息を絶った大司教レアを捜索するため各地に離散。崩落したまま放置されたガルグマク大修道院は盗賊の住処と化していた。夜明けの追悼戦。血とドブの匂いがする。巣に行き当たったようだな。おやおや、侵入者のようですね。私の商品を守りなさい。始まった、そのまんま。さて、ネズミ狩りと行こうか。一匹たりとも逃すなよ。二人だけ。戦場を広く見なくては。とりあえず、なんか上と下に分かれよう。で、一応全部マックスにはなってんね、回数は。ファイヤーでいけるんだったらファイヤーでいこう。これで決める。武器の回数を使わずにするんだったら、はぁー、皆を導かなくては。遠距離攻撃もできるしね。調合薬、回復薬がいないからね。自分で回復しろってことか。ディミトリはどうしようかな。じゃあここからショートスペア66%か。せい、当たった。口ほどにも。口あわめる、あがる、もろすぎる。調合薬、よし、勝てたぞ。めちゃくちゃ上がった。また強くなれた。調合薬、結構きついな。効かんな。さすがに弓は反撃できねえか。導いてみせる。これで戦況が動く。でもまあ、敵がたくさんいるってことはこいつらに経験値が集中するからな。どうしよう、上から行こう。またここは銀剣でいいか。で、ディミトリ、この弓兵倒しておきたいな。もう一回ショートスピアで行こう。 100% 邪魔だ。口ほどにも。聖なる弓、あれ、ちょっと待って。こうでしょ、こうでしょ、金剣でしょ、で待機。たわむれか、邪魔だ。もろすぎる。レベルアップ。あれ、職業ハイロードになってる。銀剣、じゃあ弓は確実にいらないよね。彼らの死を無駄にはしない。狙い通りに進められているな。調合薬、もう調合薬いらんわ。あ、来た、ギルベルトさん。殿下、それに先生も。なぜ。あ、いや、話は後です。おわ、これはアッシュじゃん。に来た大修道院がまさかこんなことになってるなんて。メルセデスちゃん、あらあら、かわいい。先生たち、久しぶり。やっぱり生きていたのね。これアネットちゃんか。ここからは私たちも手伝います。盗賊を退治すればいいんですよね。大人になったな。なぜここに。まあ、いや、行こう。上、ちょっとこれファイヤーで壊そう。で、指示を。ギルベルトさんに全力を尽くしますね。アッシュってどう。会話ができるのか。5年前約束しましたからね、必ずここに集まろうって。そんな約束したっけ。アバネリッカー倒せん、銀弓も倒せん。戦技もな、攻撃力そんな高くなるわけじゃないからな。でも狙撃はそれなりか。8って遠くな。いいや、ちょっと
そのまま待機しようでした。ウィトリーをじゃあまた突っ込んでいくでさ、メルセデスちゃんとか任せてちょうだい。これ下完全に魔導部隊だけど直接攻撃やったら結構厳しそうな気はするんだけど。よしよし勝てたぞ。扉の鍵、駆け引きも必要よ。わこれか。来た。あちょい食らうよな。その程度ショートスペアのまんまだった。もったいない。塔に捨てた獅子王隊、一応舞台は持ってるんだね。毒消し気づきすぎらないな。口ほどにもこの言ってる。いいね、兵士を極めるのがだいぶはかどりそうで、銀剣で行こう。彼らの死を無駄にはしない。魔封じの盾、これもまあいらないでしょ。え、でどうする？ギルベルト、いやギルベルト前に出すくらいだったら自分で反撃したいよね。宝箱がある、宝箱がある。他は結構宝箱あるね。ここにも宝箱がある。え、これめっちゃ奥まで行かなきゃいけねえじゃん。宝箱は回収したいな。まあ、まずアネットちゃんのウィンドウでこっち。よし次に行こっか。浮いている。盾、ファイヤーで大丈夫か。よいしょ。許してくれなくてもいいわ。でここはもうちょっと鋼だな。地獄で待っている。金塊、金塊とかさ、もうこのご時世いる？なんか金の価値より物の価値の方が高そうだからね。戯れ、それは俺も宝、え、宝毒消しいいや。悲観な、ゲー毒消し捨てたばっかなのに今落ちたよ。いいか、隙だらけだ。騎士の誇りにかけて。お、来た。修道院が盗賊のねぐらになっているとは、同窓会の余興にしちゃ手が込んでるな。先生、イングリッドちゃん、やはり、いや、イングリッドちゃん超可愛い。とにかく今は賊を打ち払いましょう。一番の成長株だな。手を貸してやる。とっとと片付けるぞ。話は後だ。フェリックスは少しワイルドになってんね。お前たち早々に終わらせるぞ。痛い。あっ、待って、倒せるじゃん。で大丈夫か。で上はどうやっていく。これこのまま進んでいくか。アッシュ鍵開けとかまだ持ってるよね。じゃあどうしようかな。切り込むぞ。すがこれぶっ壊して、さてどうしよう。じゃあこれぶっ壊して鋼だな。あ、そっか、白動けんだ。え、どうしよう。じゃあ下行こう。いつでも行けます。ウィットちゃんはじゃあここ斧、いけんね、斧で行こう。今斧鍛える必要がある。
あ、刺さった。これだから斧はしかも遠くなってるし、え、マジかよ。私は迷いません。金塊、その程度か。この弓だよね、多分毒になるのは。クソ弓部隊め、見え見えだ。ちょっと声が低くなってる。見え見えだ。ごめんなさい、だけど私は毒消し。誰かな。北と南が手薄だ。二手に分かれて食い破る。行きます。口ほどにも。で、扉の鍵か。一応持っとこう。調合薬捨てるか。いや、捨てるっていうか預けるだけだけど。どうしよう。こいつ扉開けちった。間違えた。攻撃しようかと思ったのに。戦技局者、なんか亜種弱くね。リングリッドちゃんやっぱやりていこう。甘い、決める。さあ進みましょう。金塊でどうする。別になんか進むところがないんだけど。弓とかやばいし、こいつも弓じゃん。ちょっとここにいよう。フェリックスを送り出すか。まあ鋼でいいでしょう。俺の方が強かった、それだけだ。さてここからのリブロって届く？いや届かねえ。ディプトリカル届くか。手間をかけた。見えた。ふん、よし。いいな、兵種マスターしてえな、ここで。地獄で待っているだろ。まあ、ディミトリはさすがに無理だけど。聞かねえな。9か。それなりにダメージを食らうな。こいつはゼロだけど。痛い。届かんか。じゃあこいつで待ってフェリックスでいくか。フェリックスで、あ、どうなってんのこれ。あ、破壊しなきゃいけないんだ、めんどくせえ。じゃあ下銀剣。皆を導かなくては。うわ、2つ褒められた。でギルベルトでこの弓マン。全ては我が祖国のために。宝の鍵、これちょっとアッシュに任せる。取れるもんか、取ってくか。銀槍、まあまあまあ。フェリックス下に追い込むか。げっ、こっちに来た。化けて出てくんなよ。足、宝の鍵か。これちょっとゲットしたい。サイドして少し引きつけよう。こいつ宝の鍵持ってればな。上と下シルバンで一気に開けられるんだけど、どうだろうな。イングリッドに宝の鍵持たせておくのもありだな。
やりおるわ。あと何もやる。多分こいつは動かないと思うんだよね。リブロかけよう。じゃなくてライフか。でアッシュはとにかく開ける。こいつ宝の鍵持ってなかったっけ。アーマーキラーか。いらない。一発で倒せない。銀投入するか。銀だな。雑誌を締め直した。お互い覚悟の上だろ。金塊か。どうする。ちょっと下取れば。あ、こいつもなんか鍵持ってるかもしれない。この二人で頑張ろう。こっちが何とも言えん。リブロ届く？あ、届いた。悪い悪い。じちょっとボスはそのままだな。行けなくないか。そもそもここ壊せってことか。ここをそもそも壊さなきゃいけないのか。あ、宝箱開けちったよ。間違えた。まあいいや。ウコンバサラ、何それ。アネットちゃんのウィンドで46当たるから大丈夫か。バカにしないで。で扉の鍵か。三日月の鎌はいらないな。でこいつを倒すためにいけねえし。これは厳しい。回復したい。あ、会話ができる。お会いできて嬉しいです先生。昔のようにまた一緒に戦いましょう。みんな会話ができるか。じゃあ助かります。いいね。でちょっと宝箱開けますか。せい見え見えだ。
妖刀頭取りに来てよかった。じゃあとこいつを始末するだけなので金券でいいか。はい、私は違うんだ。せめやるしかねえか。雑魚が身代わりを用意していて助かりましたね。分が悪いようですし退散しますか。おい、まさか逃がすつもりはないだろう。味方の全滅または敵将が目標地点に到達すると負け。てか遠すぎだろ。いつでも行けます。絶対大丈夫。あれ、こいつなんかびっくりマークついてるな。覚悟、地を踏み越えて私は歩む。この遅れ、怖えな。なんかここ扉じゃん。シルバン出すか。化けて出てくんなよ。オッケー。あなたを捕まえて売れば儲かりそうなんですがね。シルバンか。じゃあそのまま行きますか。さらばだ、バージャルドよ。死んで償え。機動力8とかすげえな。引っ張るわけにはいきませんから。速さの指輪いいね。楽して稼げると思ったんですが向いてませんでしたかねえ。潔い。おお、こいつか。ディミトリーのやる気が最大になった。殿下、先生、本当にお二人が無事でよかった。なぜお前たちがこんなところにいる。忘れてしまったんですか。5年前のあの日約束したじゃないですか。みんなでまた集まりたいって言ったのはディミトリじゃないの。そんなこと言ってたな。そういえばあの時のことを覚えていたから殿下も先生もここに来たんですよね。いや、すっかり忘れてたわ。殿下、私はあなたの消息を追いようやくここにたどり着きました。殿下などと呼ぶな。俺は一度死んだ人間だ。もう王子でも何でもない。死んだ。あくまでもそう布告されただけの話です。こうして殿下は生きていらっしゃったではありませんか。それにしてもなぜあの堅牢なフェルディアの牢をどうやって。ドゥドゥだ。あ、ドゥドゥいたね。忘れてた。あいつは死んだ。俺の代わりにな。ああ、なるほど。そうでしたか。なればこそその忠義に報いねばなりますまい。殿下、横領に続いてローベ家をはじめとした王国西部の領主は帝国への心中を表明。コルネリアを筆頭とする反逆者たちは横領をファーガス公国などと戦勝し、フェルディアを本拠として今なお東部への侵略を続けているのです。反逆者コルネリア。20年以上も前から王家に仕えてきた女魔導士です。詳しい経緯はおいおいご説明しましょう。まだ王国の領主全てが帝国に着いたってわけじゃない。うちの家やフェリクスんとこみたいにしぶとく抵抗してる家もあるしな。殿下、再び我らと共に戦いましょう。今我々が何よりも必要としているのは兵でも金や市長でもございません。ファーガスの正当なる継承者が帝国を打倒し王国を取り戻す、その大義名分が必要なのです。
民を従え兵を震わせるに足る戦うための理由が。まだやれることがある。そうか、お前たちも奴らとは戦わねばならないと思っているんだな。あの女を、帝国を許してはおけないと。皆殺しにしなければならないと。皆殺し？別にそこまで過激なことは言ってないかも。あなたには尋ねたいこともあります。ひとまず修道院に入り、そこでゆっくりとお聞きしましょうか。5年の間、瓦礫の下で生き続けていたとは。不思議なこともあるものです。お聞きしたいことはつきませんが、今はこれくらいにしておきましょうか。レアはどうなった？5年前のあの日、帝国軍との戦いの中で、レア様は行方知れずとなりました。それ以来、騎士団はレア様を、そしてあなたの行方を探し続けてきましたが、今のところ有力な手がかりは得られていないと聞いています。帝国から何の声明もない以上、撃たれたとは考えにくいのですが。しかし、いえ、とにかくあなたが生きていたと伝えれば、すぐに皆大修道院へと集うことでしょう。王国では何が？5年前、あの戦いの後、フェルディアである事件が起きました。摂政を務めていたリュファス様が何者かに殺害されたのです。私はかつて騎士として王家に仕えた身、騎士団を辞し王国へと帰参しました。ですが、何をバカなことを。リファス様を殺したのが殿下だと。警護をかいくぐり、あんな殺し方ができるのは殿下くらいではなくて。殿下にとってリファス様は実の王子、肉親を殺すような真似などあの方には。でも昔から仲がよろしくなかったでしょ。古い臣下の間では有名な話ですわよね。もともとリュファス様にはダスカーの悲劇に関与していたという噂もありましたわ。何らかの確信を得た殿下が怒りのままに殺してしまったのかもしれない。まあ今となっては何もかもどうでもよいことですけれど。ホルネリア、貴様まさか。殿下の斬首はすでに決まりました。刑の執行はあさって。この日をもって王家の血統は途絶える。指をくわえてみてろ、老いぼれ。お前が愛し仕えた国の最後をな。それから間もなく刑の執行が宣布されました。殿下の死により王家ブレーダッドの血は排除されることとなり、その後のコルネリアの動きは先ほど説明した通りです。処刑の様子や遺体が秘匿されたことから、殿下の生存を信じ続ける者もいましたが、私があの方の生存を考え始めたのは3年前、ある噂を耳にした時でした。噂？帝国軍小隊への前触れなき襲撃、王国内での相次ぐ帝国将官の惨殺事件、その手口はどれも残忍で凄惨、人の手による殺しとは思えぬものばかりなどと、それらの噂を追い各地を捜索するうち、考えは確信に変わりました。そして殿下のもとにたどり着いてしまったのです。
あの方は深い憎悪と孤独の中に身を置きすぎたのでしょうね。私は殿下と話をしてきます。少し長くなるかもしれません。まともに話せる状態であれば良いのですが、我々の言葉などきっと、あ、いえ、あなたもお疲れでしょう。今のうちに休息を取っておくべきかと。はい、というところで、じゃあ蒼月の章ですね、始まりましたので、次回からはまた、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。